はい、園芸ラボです。今日は 100均で売っていた便利グッズを紹介したいと思います。これはペットボトルにつけるとなんとじょうろの代わりになるという優れものなんですが、さあこれをつけてやってみたいと思います。試しに 500ml と 1000ml につけて実際に植物にやってみたいと思います。こちらがじょうろになっていて、こちらが肥料差しということになっています。でペットボトルにねじ込むとじょうろになるのか。はい、できました。これで実際やってみたいと思います。はい、まず肥料差しからやってみたいと思います。なかなか使いやすいですね。ただ水のバランスなかなかいけるかもしれない。で次じょうろです。こっちの蓋を必ずして使います。使いますがちょっと水がこのキャップのところから漏れるのが気になります。はい、こんな感じです。やっぱ専用のじょうろには使い勝手が負けますね。よっ。まあ非常用のじょうろとしては役に立つことが分かりました。花用の液体肥料をこのように2リッター分2ミリリットル取ってペットボトルに入れます。このような色味になっている薄めの肥料を肥料専用の肥料差しとしてペットボトル用の肥料差しをつけて使いたいと思います。普通にペットボトルこうやってやった方が使い勝手がいいかも。